シンボウティービーエビーデイー。うーん。ハルユー,ーはい。今日皆さんにご紹介するのは、ファミリーマートさん、ありがとうです。えー、一体何をファミマさんに感謝しているのかという、 ズンこのレシート見てよまあ交換引換券を写真撮っとくべきだったなまあまあ以前ファミマでちょっと気分でイエーえ小池屋さんのポテトチップスのなんか海苔醤油味みたいなちょっとした新商品みたいのうん買っただよ普通に美味しそうだと思ったからおいでねいつもレシートなんかいらんタイプだけどふと見たら 一個買ったら一個あげます引き換券みたいなレシートに書いてあって。で、まあ、すぐその日当日じゃなく、三日四日、ね、えー、日にち経ってからの一週間の間ぐらい。わかるまあ、その日に交換できたらそれはみんなすぐ交換して、ファミマ側も、損ばっかだけど、三日四日経ってからだと、ね、また、ポテチ一個、 くれるって言われても、他にも何か買いたくなるじゃん。3日4日開けば、何かまたお腹減ってたら、弁当買うとか、アイス買うとか。まあそういう作戦なんだろうね。反則、意欲を向上させる。<laughs> で、私もまんまと、えー、冷凍のファミマのチルド唐揚げ昇進。唐揚げが家の切れてきたから、どんな味か買ってみたんですけど、言いたいのはこれよ。 ポテトチップス、のり塩 168k。k がどういう意味軽食ってことその下、クーポン引き換え、マイナス168円。イコールこれがタダでもらえちゃいました。嬉しい。イェー,ー,ーイ、イェーイ、イェーイ、イェーイ。イェーイ。嬉しくない僕、ポテチ大好きだから。小池屋ののり塩、美味しい。 慎吾西成さんも言ってた。美味しい。これタダでもらえるの熱いよ。ファミマだからやってくれてんの小池屋さんの営業スタイルなのかなどっちかわかんないけど。まあ、とにかく、ありがたかったな。嬉しかった。タダでもらえる。嬉しくないポテチ一靴もらえるって。どんなにお金裕福か貧乏か知らんけど皆さんは。完全に嬉しいよ。 そういうこと。ファミマちゃんありがとうね。登録してね。